にゃんぱーすー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジラジョギニハマーです。はい、現在5月22日日曜午後4時34分になろうとしますね。さあ、スパイファミリー7話待ってたんです、この時間を。ほんまはね、もう風呂場からでもやろう思ったんですけども、やっぱり全力で声出す状態で見たかったんで、母の出勤待ってました、この時間です。はい、今回もね、皆さんに感謝の気持ちを忘れずに、リアクション張り切っていこうと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、では自己紹介ですね。僕の名はマジラジョギニハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングをしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてですね、パフォーマンスしてますが、現在コロナにほぼ全ての仕事を奪われ、しんどいですよ。3月には87連休、4月には26連休を経験、そして現在35連休です、今日でね。はい、まあ収入も仕事も一切ない、不安しかない中でも、まあ皆さんに少しでもね、やればできる、諦めないとはこういうことかと感じ取っていただきたいなと思って、貯金生活しながら、一日も休むことなくアニメのリアクション動画を投稿し続けて、今日で787日です。ぜひ応援してやってください。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィール、すべて説明文にあるんでね、ぜひとも見てやってください。で、過去のアニメリアクション動画、再生リストに作品別にまとめてます。さあ、そして今年の9月ですね、でっかい発表があります。絶対驚きますよ。お楽しみに。では行きましょう。Dアニメストアです。3、2、1、スタート。めっちゃ楽しみやった、これ。これおもろかったな。もう多分6話一番笑ったんちゃうかな、その今期のアニメの中でも相当笑ったんちゃうかな。ちょっと前回の振り返りしてなかったけど、ベッキーやったっけか、確かベッキーちゃんがなんかアーニャに感動してなかったっけ。ちょっと今一瞬で振り返ります。ちょっと先週の、先週どこや、あった、アーニャになんかちょっと嫌がらせをね、ダミアンたちがして、でちょっとベッキーが怒ったところ、俺らがやった証拠あんのかと突き飛ばされたんよね。でそれに対してアーニャがどついたんよね。ほなベッキーの足を踏んだから許せへんかったって言ったんや。それでね、ベッキーはアーニャにキラキラ状態になったっていうね。まあ殴ったシーンはおもろかったね。はい、今のところ冬アニメ1位です。ダントツ1位です。面白すぎる。ターゲットの次男、かわいいな。まあそりゃそうやね。
ウィ。いてきます。すごいね、仲直りに世界の平和がかかってるもんね。あ、来たか、ダミアン。あ、ベッキーか。おお、来た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 。ああ、そうだったか。世界平和が。見てた。どうすんねこれ。あ、避けられてるやん。どんな髪型やねん。お前でもね。何を言ってやんないってどういうことや。好きになったとかかな。ちゃうか、なわけないか。数学の授業中。数学やねんね。三平方の定理。お家で次男に いやロイド。理科の授業中。
本日謝るが吉。国語。上から貼ってやるやん。一人でかっ。総理。総理や。あの食堂や。いやちょっともうあのガキャ。ベッキーを引き離さなあかんのね。総理ロイドの声や。お、これは お前と ちょこんまほらこれ惚れたんちゃうの。ああ、いろいろ勘違い。違う違う。ああ、コントやなこれ。プラン B 積んだ。
ダミアンとの親密度はてな。あ、そうか。ああ、もらで、夜アホやもんな。まあまあ、あ、有利ね。まだ出てきてないもんな。これはいいヒントになるんじゃない？
他人って他人じゃないよね。寝てたりしてな。ああ、勉強してたんか。ああ、終わってもらった。いやー、最後しみれたね。ああ、Cパートあるやん。あ、いい。おお、幽霊初めて出てきた。あれ、花江夏樹さんかこれ。ああ、そうか、そうか、言うてへんねや。対秘密警察偽装作戦。いやー、もうちょっと今回もう最高やったね。もう、なんやろ、先週も確かもう笑いすぎてね、もう涙流したんですけども、今回もそうだったね。
だからまたそっからしんみりに持ってってね、本来の、ロイドのね、こうじゃなきゃいかんということに気づかされた、ね、理想の父じゃなきゃあかんになった、まず大前提としてね、うん、まあ気づくまでにちょっとまあね、まあいろいろ紆余曲折あったかなって感じだったけど、まあとにかく謝ろうとするのにベッキーの妨害が入り、これブラックベルがもしかしてブラックベルの企業として邪魔しとんちゃうかとかね、もうそんなわけないのに、うん、でまあちょっとクラスメイトたちからもねちょっと敬遠される中でも、まあベッキーだけはこう友達やでって言ってくれるところが、うん、まあ なんやろね、まあちょっと僕は語彙力がないんで、まあ良かったと。まあそこで、まあロイドがおもろかったなぁ。とにかく謝らせようとして、清掃員になってるわ。理科の授業で、何鏡に反射させて、何だっけ、今日は謝るが吉やったっけ、占い。良い子占いかな、なんか。で、あれは何の教科書、国語か英語か何かの教科書にね、なんか、とにかく謝らせようとするのがね、総理を、気にソーリーってやってたり、前のやつの背中にソーリー貼ってたりね、オムライスのケチャップでソーリーって書いてたりと、でしまいにはベッキーを放送で呼び出した。でもダミアン完全に惚れたね、これ完全に惚れよったな。そのまだなんて言った、兄貴にもぶたれたことないって言ったかな、やけどあの野郎と思いながらも、なんだこの胸のモヤモヤはっていう中で、まあそのアーニャはね謝るとしてんのに、あの取り巻き2人がもうなんやタヌキだとか短足だとかボロカス言うもんやから泣いてしまいながら謝ったのが、こいつは号泣しながら謝るなんてみたいなんで、完全にダミアンの心臓を掴んだみたいな感じだったね。でダミアンはそれを、俺はこんなやつにそうなったのは認めんぞって言いながら走ったのに、謝罪を認めへんと勘違いしたロイドが積んだと言ってね、青ざめたと。最高やったね最高やったね、ほんまに。ああちょっともう今回も僕は神回でした。このそっからのねシリアスになったんが非常に良かったし、そのねアーニャに無理やり勉強を教えるプラン A ね、無理やりこう教えることで、まあ、アーニャは勉強が嫌いになってしまって、まあ夜さんはね夜さんで5分の1教えるのに人体の手足をバラバラにしてあ、そしたら頭邪魔やな、頭も取ったら5は S に似てるのわけのわからんこと言い出しましたのね。うん、まあちょっとねアーニャ塞ぎ込んだおかげで、あとはそのユーリの話をね、ユーリはそのまあ勉強を、夜にその自分が覚えた勉強を夜に話して、夜がこう驚いてくれたとか、そういう反応してくれることがまあモチベーションやというのを話を聞いて、だからロイドさんもそういう存在になってはっていうことでね、うん、まずは理想の父であるべきやったということに気づいたと。だからここからロイドがどういう理想な父になっていくかやけど、うん、まあそれでアーニャがまた一人で勉強してたんが良かったしね、これ泣いた人いるんとちゃうかな、もしかしたら。僕はジーンときましたけどね、ね、勉強しながら寝てしもうて、もうそれをまた録画しといてやるかってね、優しいね、何この口調というか心の中の声やけどね、うん、どんな夢見てるんやろうね。さあそしてユーリが、あれドミニクさんってそうか、あのパーティーにいたんか、ついにユーリ登場、初登場ですね。なんか次回予告でバラ持ってきてたな、ね、姉さん誕生日おめでとうとか来んのかな。でも外務省の人間って大丈夫なのかな、敵対してるとことかと違うかな、そのワイズと。どうなんやろ、ちょっとそこ心配かな。はい、ということで今回も神回やったと思いますおもろかったです。やっぱもうスパイファミリーダントツ、あの冬この春アニメ一番おもろいですね。はい、以上スパイファミリー7話でした。はい、さあ果たしてダミアンとね、アーニャは仲直りできるのかというところと、そのダミアンがほんまに恋をしてしまったのかとかね、気になるところいっぱい出てきましたね。はい、よかったらチャンネル登録高評価ぜひお願いします。まあ冒頭でもお伝えしたように今ほんまに非常に厳しい状況でね、まあそんな中でもね、僕はこのアニメのリアクションをねこの日数続けてますんでね、一昨年の、3月27日からまあそれでもね、もう再生数がほんまに振るわず、4月25日に完全にメンタルがいってしまってね、もう一旦やめようかと思いましたけども、まあいろんな方からのね、コメントをいただきまして、まずね、皆さんにその再生数少なかろうが見てくださってる方に感謝せなあかんというのをね、忘れてたことに気づき、これね、それからずっとしてます。はい、なのでね、毎回見ていただいて皆様ほんまにありがとうございます。ね、ぜひとも応援しちゃってください。こんな情けないやつですけどもね。
はい、ただね、まあ、僕のショーをしている姿を見ていただきたいので、過去のパフォーマンスという、ね、再生リスト、もしくは、ジャグリングパフォーマンス雑談という、ね、再生リストから1個でもいいんでね、動画を見ていただければ助かります。そしていつの日かね、生でショーを見に来ていただければありがたい。これまで5人の方がね、来てくださいまして、まあ、楽しくお話させていただきました。で、まあ、またね、新たに来てくださる方がね、いればいいなと願ってます。そのためにもね、僕を知っていただきたいので、ぜひとも説明文読んでやってください。お願いします。はい、以上、アニメリアクション職人ことマジラジオギの浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。